今帰ってきたんで、今からもう2人で今日釣れたこのやつこんだけなんで、パパッと下ごしらえしていきたいと思います。まあ、この辺は煮付け用で、こっち唐揚げ、これは干物。俺らが好きな YouTuber で居酒屋おやじの釣り日記さんが作ってたから、まるまるパクって作っていきたいと思います。全部ヒレを切って、鱗取って、内臓取って、エラ取って、開くとこまでいきます。じゃあまずこっちはヒレ落として、で、こっちはそのままで鱗取っていこうか。これ大きいよな。これ一番大きいけど、それでも25センチぐらい。よっしゃ、落としよう。うわ、内臓脂肪たっぷりや。内臓脂肪たっぷりや。すごい、すごすぎる。ほんまや、コウキアミ。今日てんこ盛り食べてるから、こいつみんなお腹いっぱい食べてるから、今日餌の食いが悪かった言うとったもんな。言うてましたね。これ脂肪やね、肝と。このオキアミがちょっと船長に教えてもらったら、やっぱりその日に食べるにしてはちょっと身が硬いから2、3日置いて、そっから薄造りにして食べたいと思います。よし、ラップ巻いたんで、刺身用は2日間熟成させます。冷蔵庫で入れときます。腹開きが苦手なんで、全部背開きでいきます。こういう、なんか凍ってるわ。めちゃくちゃ脂乗ってるわ。これは絶対美味しいやろ。美味しそう。どんどん開いていこうか。塩を入れる。じゃあこれで洗っていく。全く丸まんまパクってます。はい、こんな感じで終わりました。これ煮付け用と唐揚げ用、こっちが干物。今から塩を振ってこれに干していきます。辛いんかな、これ大丈夫ですか。これ多分焼いてる時にも落ちるやんな。落ちると思うんですよね。ちょっと濃いめでいいよな。はい、はい、こんな感じで。そうそう、だからちょっとハチがおんねん、ここに。見てみようか、ハチ。ハチが遊びに来ました。ハチじゃあ魚さばいていこうかな。3日間置いてんのかな、今。3日置きましたね。あ、綺麗な。うん、綺麗ですね。ちょっと、はい、画面にいい感じで持ってきてもらって。あ、いいですね。いい状態やん。賢いなぁ、座れてみた。賢いなぁ。いいとこ行ってますね。なぁ、綺麗に行ってますね。ひろきくんは？あ、ひろき、あの中にいますよ。いえいえ、全然。めっちゃ綺麗、油乗ってる。これ見て、これ全部油よ。ここ。うまそう。ここも油。前すぐ食べたらちょっと身硬かったからさ、はい、これ絶対うまいですよ。そうなんでいいよな。はい、はい、はい。うわ、うまそう。
疲れ様です。ハチこっち、ハチこっち、ハチの大きめバル熟成させてたやつ。ちょっと待ってください。もうちょっと引かないと。少ないです。チャック開いてるの。これあれがないとあかんよな。色。タンポポ。タンポポ。タンポポ今入り口とか入っとった。大葉とかですね。それでいいです。食べる？食べへんけど、それでいいです。タンポポ乗したら、生えるんちゃうんですか？なんか油が乗ってる感がないよな。はい。なんか、こうつけたらでも、うん、そうですね、それだけちょっと楽しみな、うん、これからこっちでも油っぽいんじゃん、はい、これ炙りですね。オキメバルの炙りと刺身と炙りから食べます。はい、じゃあ試食お願いします。ハチ偉いな、ごろんしていただきます。はい、いただきます。あ、ちょっと浮くな、やっぱ。あ、浮いた、ね、浮いた、ちょっと浮かせる。いただきます。はい、いただきます。うん、これ大きめバルですよね。大きめバルです。抜群。ええー。いただきます。油乗ってますかね。あ、抜群。うん、いや、これうまいな、うん、これはうまいっすわ。甘い。いただきます、はい、これはうまいっすわ。うん、うまい。あ、最高やわ。ビール飲みたい。これは抜群やわ、おさむくん。これうまいっすわ。どっちみたい。え、そうなの。まあ、久々に見たらなんかめちゃめちゃやっぱ腹立ってくる。じゃあこれも寝かしちゃうよな。もちろん油乗ってると思う。ちょっとつけすぎ。いや、いいと思います。いただきます、はい、一回ちょっと、はい、はい、うまい、うまい、これうまいわ。え、どコリコリっとしてるんですかね。どう、うん、いや、ちょっとコリネットリしてる。あ、ネットリの方なんですね、やっぱちょっと醤油少なめで、うん、うまいよ。うまいわ。これうまいわ。めちゃめちゃうまい。甘い。全然釣れへんかったけど。うん。もう最高。いっぱい。うん。いっぱい釣りに行かなダメですね。薄作りしてるから余計美味しいかもしれない。ああ。うまい。じゃ残りはゆっくり。ゆっくり食べていきましょうか。はい、食べていきましょうか。あんまり釣れなかったんですけど、次はリベンジでまた行きたいと思います。はい。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。